では皆さん、段取り前にまずご紹介させてください。高梨裕二役、長谷川博さんです。お願いします。じゃあすいません、まずご紹介いたします。薄原静香役、綾瀬はるかさんです。お願いします。もし僕が溺れたらどうなりますか？私が助けます。水の中に入りましょう。あ、手洗うの忘れた。高梨さん、自分のタイミングで入りますから。高梨、子供みたいなこと言わない。僕の水への恐怖心は切実なんですよ。ブルースリーみたいな顔してる。泳いでいて何か思い出した。怖いんです、思い出すのが。悲しい時は僕は父親失格だ。全部諦めて生きていくんですか？前にも後ろにも行けないなら上に進むしかないでしょ。今度はちゃんと守りたいんやな。これは泳げない男と泳ぐことしかできない女の希望と再生の物語。私が必ず泳げるようにします。はい、泳げません。もう僕は後ろ向きでは行きたくない。